霊長目は、哺乳孔に分類される目。別名サル目。生物学的には、人はサル目の一員であり、霊長類の一種に他ならないが、一般的には、サル目から人を除いた総称を、サルとする。熱帯系の動物であり、その分布は、熱帯域に集中する。東アジアには、温帯域まで分布する種があり、特に、日本ザルは、 最も高緯度に分布する猿として有名である。極微ア目及びメガネ猿類は、アジアアフリカの熱帯域、コービサル類は、中南米の熱帯、類人ルを含む、京ビサル類は、アジアアフリカの熱帯域から温帯域の一部にかけて分布している。ヨーロッパにはほとんど生息せず、ジブラルタル海峡越しにバーバリーマカク一種が生息するのみである。また、 北アメリカ大陸北部にも分布しない。夕日爪類を除く、哺乳類や鳥類は、左右が湾曲した筒状になる鋭い爪があるが、本目の構生種の指跡には、扁平な爪が見られる。平爪は、指跡の先端から大きくは伸びないため、指先の器用さを確保することができる。極花類は、講師の第二子に、鍵爪があり、毛づくろいなどに用いる。例外は、あやいで、 後足の第一子のみひらがあり、他の指跡には、鍵爪がある。自家鼻類では、マーモセット類も、甲子の第一子のみひらがあり、他の指跡には、鍵爪がある。体重100グラム以下の小人柄ゴガリゴイズデミディバイから、200キログラムをコスゴリラまで、多様な種が属している。サルメは、哺乳類としては、比較的基本的な体勢を維持している。爪やなどには、 大きな特殊化は起こっていない。その中で、猿類を特徴づけるのは、以下のような点である。また、極微猿類は、キツネザル類に、中高性が多いのを除けば、夜行性がほとんどだが、直気微猿類は、メガネザル類と、高ーサルに属するヨザル類を除いて、ほぼすべてが、中高性である。生活環境は、樹上生活から、地上生活まで幅広い。 食性も昆虫食、果実食、草食など多岐にわたる。ただし、全体として見れば、樹上性のものが多い。地上性のものはそこから派生したと考えられる。霊長という言葉において、霊は魂や幽霊という漢字そのものの意味より、優れたもの、不思議な力を持っているという意味が強い。つまり、これは人や、 人を含む猿の仲間を動物の進化の最終形態とする認識から付けられた名前である。英語名のプライメートも大主教や最高位を意味する単語であり、やはり同様の観点から付けられた名前である。以前は主に脳が小型で嗅覚が発達し、鼻面の長いキツネザル類、ドリス類、メガネザル類を減塩暗黙、プロシミ、それ以外の主に脳が大型で視角が発達し、 花面の短い分類群を新ルはもく、アントロポイディアとしてまとめていた。研究の進展により、メガネザルが、いわゆる減塩類の他のグループよりも、新猿類により近いことが判明した。このことから、現在では、キツネザル類、ドリス類をまとめて、極微ル類、メガネザル類を含む、その他の霊長類を、直微猿類と呼び、正式な分類体系では、 原塩類という名称は用いなくなっている。以下の分類、和名は、日本モンキーセンター霊長類和名、変纂ワーキンググループに従う。ただし、ほとんどの和名は共通するが、下目の和名については、川田らに従った。霊長類の最古の化石は、白秋末期の北アメリカ西部から発見されており、プレシアダピス類と呼ばれる。このように、霊長類の進化は、 約6500万年前、白秋末期頃に始まったと考えられている。新生代に入り赤新生になると、アダピス類とオモミス類が繁栄した。いずれも、まだ原始的な種類で、アダピス類は、後の極微サル類に、オモミス類が、直微サル類に進化したと考えられる。直微ア目と極微ア目の分岐と、同時期の6300万年前に、直微ア目は、 エルグロノラクトンオキシダーゼの高素活性を失っている。アダピス類とモミス類はヨーロッパと北アメリカに分布したが何らかの環境要因によって北アメリカの霊長類は絶滅し以降ユーラシアとそれに近接していたアフリカという旧世界の大陸を舞台に霊長類の進化は進んだ。極微ア目の一部は海によって他の大陸から隔絶されていた。 マダガスカル島にアフリカから進出し、キツネザル類に進化していった。その後、ジキビア目が中心世にはアジアアフリカに住むキョウビザル類と南アメリカのコウビザル類とに分かれる。常日のように北アメリカのサル類は絶滅したので南米のコウビザル類の祖先はアフリカから渡ってきたとの説が有力である。コウビザル類の祖先や 天竺ネズミ浄化の祖先がアフリカでできた浮島に乗って大西洋を流されて南米大陸に到着したという説も紹介されている。シンサルシタメのキョウビ尾ル類とコウビ尾ル類とが分岐したのは3000から4000万年前と言われている。人間の水体細胞と肝体細胞が含む死物質の吸収スペクトル脊椎動物の主規核は網膜の中に どのタイプの水体細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、蝶類には4タイプの水体細胞を持つものが多い。よって、これらの生物は、長波長域から短波長域である、近視外線までを認識できるものと考えられている。一方、ほとんどの哺乳類は、水体細胞を2タイプしか持たない。爬虫類の祖先から枝分かれした。 哺乳類の祖先は当初は4タイプすべての水体細胞を持っていたと思われるが、2億2500万年前には最初の真の哺乳類といわれるアデロバシレウスが出現した。これら初期の哺乳類は主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの水体細胞を失い、青を中心に感知する S 水体と赤を中心に、 感知する L 水体の二水体のみを保有するに至った。これは赤と緑を十分に区別できない、いわゆる赤緑色盲の状態である。この色覚が哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。人を含む旧世界の霊長類の祖先は約3000万年前、X 染色体に L 水体から変異した緑を中心に感知する。 新たなタイプの水体脂物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つ、メスのみが三色型式規格を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相動組み換えによる遺伝子重複の変異を起こして、同一の X 染色体上に2タイプの水体脂物質の遺伝子が保持されることとなり、 X 染色体を1本しか持たないオスも三色型規格を有するようになった。これによって第三の水体細胞が再生された。三色型色核はビタミン C を豊富に含む色鮮やかな果実等の発見に有利だったと考えられる。時代を下って人の色覚の研究成果により人が属するキョウビサル類のマカク類に色毛が人よりも非常に 少ないことを考慮すると、人の祖先が、飼料生活をするようになり、三色型四季核の優位性が低くなり、二色型四季核の到達が下がったと考えられる。四季毛の出現頻度は、強美猿類のカニクイザルで0.4%、チンパンジーで1.7%である。交尾猿類でもヨザルは一色型四季核であり、ホエザルは強美猿類と同様に三色型四季核を、 再獲得しているとされている。他方、ホエザルは一様な三色型四季角ではなく、高度な四季角多形であるとの指摘もある。これらのヨザル、ホエザルを除き、残りの新世界ザルは、ヘテロ接合体の X 染色体を2本持つ、メスのみが三色型四季角を有し、オスはすべて四季毛である。これは、競技した目のような X 染色体上での騒動、組み替えによる、 遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。人は蒸気のような初期の哺乳類と霊長目協備しための祖先の X 染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、L 水体のみを保持した X 染色体に関連する赤緑色盲が反性劣性遺伝をする。男性では X 染色体の赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいると色盲が発現し、 女性では日本の X 染色体とも赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいる場合に赤緑色盲が発現する。なお、日本人では男性の4.50%、女性の0.165%が先天赤緑色覚異常で、白人男性では約8%が先天赤緑色覚異常であるとされる。類と類の分岐から、 さらに時代を下って、ヒョーカとオナガザルーカが分岐したのは、2800万年から2400万年前頃であると推定されている。この際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定される。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が抗酸化物質として、部分的にビタミン C の代用となるためである。しかし、を含むでは、 尿酸オキシダーゼ活性の消失により、南洋性物質である尿酸をより無害なアラントインに分解できなくなっているため尿酸が体内で積出する痛風に罹患することがある。その後の人類への進化については、人類の進化を参照のこと。第二次世界大戦後、今西金次らが宮崎県の甲島及び高崎山で、 野生日本ザル群の絵付けに成功して以来、日本の霊長類研究は飛躍的な発展を遂げた。今にしらの日本ザルの文化的行動についての研究は世界中から注目され、その後の霊長類研究の方向性に重大な指針を与えた。その後も日本ザルにとどまらず、伊谷淳一郎など多くの日本人がゴリラ、チンパンジー、ボノボなどの類人猿をはじめ、 東南アジアからインドにかけてのオナガザル、南米における新世界ザルなど、ほとんどすべてのサルを網羅したフィールドワークを行い、先導的な研究を続けている。日本のサル学は生態学的研究だけでなく、社会学、生理学、遺伝学、形態学、運動学など多岐にわたり、主に京都大学や大阪大学において今日も活発な研究がなされている。 ありがとうございます。